私も京都に生まれ京都に育って続くということが一番大事やなと、うん、多分物を作るっていうことで作っている人は同じやと思うんです、うん、地味な仕事コツコツやっていく中でね、こうやって木漏れ日みたいに日が当たるとね、ああやっててよかったなって思うし、こういうものづくりの世界、女性も頑張ってきたと言うんだけど、厳しい中で開拓してきはってるの。そうですね、うん、もう本当になんか女のくせにっていうのを言い慣れすぎて、言われ慣れすぎて何とも思わへんなってましたもんね、うん、やり方を教えてくださいって言って聞きに行っても、そんなもんはみんな自分で考えたんやから自分で考えてとか、なんか一時が万事そんなんだったんです、うん、とりあえず腕やと、うん、腕を上げて物が言えるようにならんとあかんと思ったけど、本当に若い女や言うだけでね、うん、なんかしら悔しかったですけど、でも今はもうそういう時代でもないしね、うんうん、私らみたいな仕事をしてるのにこうやってこう光が当たったりとか褒めてもらったりする機会があると、やっぱり途中でどっかくじけそうになってるその女性の人たちも、もうちょっとやってみようかなとか思ってもらえるかなと思って、うん、折れそうになったことはいっぱいあるんですけど、うん、やっててよかったなって思いますね。今なんか子育てをしてたらちょっとリスクのような、うんうんうん、そのキャリアとしていく、そうやないね、うん、その子育てしてるその中のいろんな葛藤も、うん、喜びもこう人間力を高めていってね、 そうなんです、それがまた仕事にも反映されてね、まあ私の生活なんて混沌としてるわけですよ、うん、子供がいてもう家の用事もあって、混沌としてる中でいい作品も出てくるし、いやもう本当にあの泥の中からハスの花が咲くっていう、もうまさにあれなんやって、私の中ではいつもイメージはそうなんです、うん、やっぱり子供がいたから分かったこととかいっぱいあったし、私のしてる人形ってね、まあ10歳ぐらいの男の子っていうのが大体あの目当てなんですけど、見た人が全部それは私の息子にそっくりやっていうんです。そうか、みんながあるか、全部あれは林くんやと、林くんがいっぱい並んでる、だから多分一番近くにいて一番その対象に近いもんと同じものを作ってしまってるみたいなんですけど、そう言われれば私が小さい頃お父さんの人形は全部私に似てるっていうのがありましたしね。輝く女性、この頃女性の活躍というのが大きな大きな社会のテーマなんですけど、どのように思われますか。あ、この人輝いてるなって思う人は多分毎日をすごく楽しく、うん、人生もエンジョイして、うん、あの丁寧に生きてる方やと思うんです、うん、バタ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 しながらするんですけど、でもまあ考えてみたらそれが人生やし、それも面白いし、まあ、そういうふうに自分の一生を楽しく乗り切ってる人が多分輝いて見えるんじゃないかと。いいですね丁寧に生きるっていい言葉やね。そうなんです、生きたいなと思います、うん、決して毎日丁寧に生きようと思うんですけど、うん、なかなかそういうふうにはいかないですよね。やっぱり時間とかいろんなことに追われますんで、うんうん、でも丁寧に生きたいなって思ってるだけでちょっと丁寧なんだと思うんです、うん、思うようにしてるんです、ね、こうだったらいいのになって思うことを心にかけるだけでちょっとそこに近づくような気がして、うん、だからちょっと欲張ってそういうこと考えてキラキラ楽しんでる人がやっぱ輝いてるかな。なるほどね。